オリンパス OM-E-M5 は2012年3月にオリンパスから発売されたマイクロフォーサーズシステムのハイエンドユーザー向けミラーレス一眼カメラシリーズである。オリンパス OM-E-M5 2012年3月31日発売。オリンパスのマイクロフォーサーズシステムのミラーレス一眼カメラのハイエンド機として発売された。フィルムカメラのオリンパスペンの系譜を受け継ぐ先発のペンシリーズとは異なり、本機は OM シリーズの本格的なシステム一眼の伝統を受け継ぐものと位置づけられる。小型軽量という OM シリーズの特質を継承するとともに、デザインは OM-1 から OM-4 までと共通する直線基調の一眼らしいスタイルを備えている。一方、オリンパス E システムのフラッグシップ機であるオリンパス E-5 と同様に、ボディはマグネシウム合金製で高い防塵、防滴性能を備える。また、世界初の5軸対応手ブレ補正機構を採用。XY 軸の角度ブレに加え、XY 軸の平伸方向及び Z 軸の回転方向のブレに対応している。イメージセンサーには新型の1605万画素のライブ MOS センサーを採用。当初は製造元が明かされていなかったが、2012年7月2日にソニー製であることが明言された。オリンパス OM-E-M5 Mark II と高倍率ズームレンズ2015年2月20日発売。初代に比べ重量は重くなったものの、測距エリアの拡大や処理エンジンの更新など、いい波の性能を実現した。オリンパス OM-E-M5 Mark III 2019年11月22日、発売。上位モデルの E-M1 Mark II と同じ画像処理エンジンを採用し、さらなる高性能化を図ったモデル。また、ダイヤルなどの設計の見直しや軽量化、ボディの材質は、従来のマグネシウム合金からエンジニアリングプラスチックに変更。充電池はエントリーモデルと同じ小型のものに変更も施されている。ありがとうございます。